皆さんこんにちはこんばんは新作の部屋の佐久でございます F1 ニュースの時間です本日からは6月ということで皆様いかがお過ごしでしょうか私は今週末 F1 グランプリがなくて少し寂しく過ごしておりますが来週はいよいよカナダグランプリということで日本時間では少し厳しい時間帯なんですけどもしっかり観戦してまた速報動画をお届けしたいなと思っておりますので今後ともよろしくお願いいたしますえそしてですね 本日 F1 ニュースに行く前に一つだけ訂正させていただきます。またお詫びをさせていただきます。 前回モナコグランプリでマグヌスセンとペレスの接触事故に関しての動画を上げさせていただいたんですけども当時解説の方のお話であったりとか最新のニュースとしてまあ出たニュースをいろいろ自分で学んでリプレイを見てマグヌスセン何やってんだっていう感じで動画の方を公開してしまったんですけどもその後ですね皆様のご指摘を受けてそして新たなニュースまた自分でリプレイ動画を検証したところやはり ペレスは左に避けるスペースがあったマグヌス戦には移動するスペースがなかったペレスは後ろを確認できていたまさかマグヌス戦が突っ込んでくると思ってなかったなどいろんな情報が入ってきましてどう見てもやっぱりペレスが左に避ければ済んでいた話だったのかなという感じで結論が出ましてですね、えー、少しマグヌス戦に対してきつく動画でお話しさせていただいた件に関してまた皆様にご迷惑をおかけした件に関して本当に申し訳ありませんでした。 これからまたしっかりとこういった特にこういった接触どちらが悪いんだとそういったお話に関してはしっかりと情報を見極めた上でえで皆様に公開させていただこうかと思いましした。本当に申し訳ありませんでした。 今回の件でまた風当たりが強くなってしまったかもしれませんがマグヌス戦、カナダグランプリはまあほぼ大丈夫ということですのでまた応援したいと思います逆にオコンが今回ちょっと危ない感じでチームオーナーがオコンはカナダグランプリ欠場させるなんてそんなニュースが出ておりましたけども、うん、オコン自身はいや出場しますみたいな感じで言ってましたけども代わりにリザーブドライバーが出るのかそれともブチギレ代表がいやオコンはもう乗せないカナダは乗せない っていう感じでどちらになるのかちょっとまだわかりませんけどもこういったところもしっかり見ていただければと思いますまた何か情報があればぜひコメント欄で教えていただければ嬉しいですそれでは本日の f 1ニュースなんですが今回のニュースは本日のお昼過ぎに入ってきたニュースであり確かに最新ニュースではありますが薄々皆様もご存知のニュースだと思いますですので参考程度にご視聴いただければ非常に嬉しいです v カーブ角田勇気にアウディが関心 来季からヒュルケンベルグと現キックザウバーで組む可能性もということでこのニュースが改めて表面化してきたのにはある理由がありますそれはカルロス・サインツこのカルロス・サインツがアウディとの交渉をやめてウィリアムズとの交渉をしているのではというニュースが入りましてこのニュースが表沙汰になってまいりました今季ビザキャッシュアップ RB で戦っている角田裕希選手レースで内容や結果ともに 存在感を示しているんですけども他チームからの関心も次々に寄せられているそうです今回のモナコグランプリの8位フィニッシュがさらに拍車をかけているということで現在いろんなチームが角田裕樹選手と話をしていると報道がされておりますハースと交渉しているアルピーヌと交渉しているそんなニュースも入ってきているんですがそんな中2025年に角田選手はヒュルケンベルグと組む可能性があるとも伝えられています アウディは2026年の F1 参入に向けて準備を進めていて今年4月26日に2025年からの複数年契約でヒュルケンベルグを迎え入れると正式発表しましたこれはアウディがドイツの自動車メーカーということもあって実績のあるドイツ人のベテランドライバーを求めていたということでこのヒュルケンベルグが採用されたということなんですけどもまさかの複数年契約だったんですねそしてこの動きに 日本人が追随する可能性があるということで、まさかのまさかのヨーロッパの複数専門メディアがこの話題を報じているそうです。もともとはフェラーリからの離脱が内定していたカルロス・サインツにアウディが関心を示していたとニュースが出ていたんですね。これはまあお父さんもアウディにね関心があって、アウディとまあ仲いいというか、まあ、関わりがあるので、もしかするとサインツは アウディに行くのではなんてお話があったんですけども今回そういったお話がなくなってしまいましたそしてアウディは5月末までにサインズに返事をしてくれと言っていたんですが6月1日になっても新しい情報が入ってきておりませんのでもしかするとアウディ移籍のお話を蹴ったのではなんて私は想像しているんですけどもこの辺りどうなんでしょうかねもちろん時差があるのでそこは分かりませんけども少し気になるところではあります そしてカルロス・サインツは新規参戦のアウディよりもウィリアムズと現在接近中アレクサンダー・アルボンの領友になる可能性が高いと報道されていますこの場合メルセデスはジョージ・ラッセルの相棒として若手のアンドレア・キミ・アントネッリを起用する狙いがあるとこれいきなりアントネッリ・メルセデスのシートでデビューってありえますこれ そうなると、ラッセルの立場どうなるんって感じですよね。ラッセルからすると、いやいや、お前ウィリアムズで修行してから来いや。なんでいきなりメルセデスのシート着てんねん。俺でさえウィリアムズおったんやで、お前みたいな。そんな感じになるような気がするんですけど、いきなりアントネッリね、ただ、マシンがいいんで、もう Q3 突破ほぼ確実なんじゃない枚線。どうなんでしょうかね。やっぱり、 最初は厳しいか、最初は Q2 敗退ぐらいになるかもしれんけど、アントネリティ、まあ、実績はそこまでめちゃくちゃあるってわけではないけど、遅いドライバーではないので、メルセデスのマシンに乗ったときに、どうなるかですよね、いきなりベアマンみたいにポイント獲得しまくるのかな、そうなるとちょっとね、うんちょっと悔しいですよね、角田選手がメルセデス行ったら、もっともっとすごいような気がするけどね。 今回、アウディはサインズを確保できない可能性が高いと知って、角田選手に関心を示していると。角田選手にとっては、レッドブレの昇格が目標と以前から口にしていたんですが、ペレスの残留が規定路線になりつつあるので、その道は完全に開かれていないと。今回、ペレスクラッシュしてしまいましたけども、一応表彰台は前半獲得してるんですね。 ペレスに関しては去年もなんかモナコグランプリぐらいから調子が悪くなったんですよねでも表彰台もすごくいい感じで最初取ってるしペレスも残留規定路線やなっていうお話はあったんですけども今回のクラッシュも、ね、ペレスに少し火があるということでおまけに、ね、5億円近い損害も出してみたいなそんなんでえどうなのかなチームとしてはどうなんだろうっていろいろ思ってましたけどペレスをそう簡単に切るなんてことはなさそうですよね。 これは完全に私の独り言なんですが、今回レッドブルってペレスを放出して、角田選手かリカルド選手、今回のシーズンで勝った方をレッドブルに移籍。なおかつ、どちらかといえばリカルド優先ですよ。角田選手はリアム・ローソンと RB で走ってくださいねっていう計画だったんですけども、今回角田選手めちゃくちゃ成績いいし、リカルド選手はリカルド選手でマシン開発に寄与して、すごく貢献しているということで、二人とも切るに切れない存在になっていますと。で、その影響によって、 今、リアム・ローソンがめちゃくちゃ焦ってるなんて記事もありましたけども、ペレスは放出する予定だったんですね。ペレスをこのまま残留させることによって、角田選手やリカルド選手の行き場がなくなるんですよ。場合によっては、角田選手をトレードさせて、ローソンとリカルドの体制になるかもしれないって言われてるんですね。そうなると、 レッドブルーを目指す角田選手にとってはもう RB のシートを失う可能性ってあるわけなんですよねだから今いろんなチームと交渉しているということなんですけどもそこに新たに参戦してきたのが今回のアウディ正式に発表があったということですねそこでアウディは現在トラック上で存在感を示している角田選手の速さを高く評価し具体的なオファーを準備している模様ということでこれはおそらく RB が残留するためにはこういう条件ですよこういった契約しましょう では、アウディはうちはこういう契約しますよ、こんな感じでどうですか、あんな感じでどうですか、こんな契約条項でどうですかみたいな感じで、これからどんどん交渉が活発化するのではないかと言われています、今現在、F1 ドライバー20人のうちで破格の安さと言われる角田選手の年俸、おかしいですよね、普通に2億、3億もらってもおかしくないぐらいの実力なんですけども、なぜか一番安い年俸なんですよ。 かなりリーズナブルですよね、チームからすると。そうなると RB も手放さないんじゃないかなと思うんですけどね。バイエル CEO もメキース代表も来年も角田選手がいいなんてこと言ってますからね。 私としては今回のアウディの交渉のニュース、これは本当だと思うんですけども、規定路線として RB の残留を目指した方がいいなんてお話を前からしているんですけども、やはり26年にアストンマーティのシートが開かなさそうなので、複数年契約があるとすればアウディの移籍なんかも考えるのかなと思ったり、まあ、その辺はマネージャーさんの手腕によると思うんですけど、 とりあえず2026年からは F1 は新規定となるんで、まあ、ハミルトンとかヒュルケンベルグ、まあ、アルボンといったそういった実力者が複数年契約で早くも来季からのシートが確定していますこの流れに角田選手も続くのかということでその動きに要注目ということになっています皆さんは今回のニュースに関してどういったご意見ご感想をお持ちでしょうかまたコメント欄で教えていただければ嬉しいです 私はですね、今回のニュースに関して、とりあえず、こういった形でどんどん話題に上がってくるっていうのは、角田選手自身の市場価値が上がってきているということを示しているので、非常に嬉しいことだと思っています。日本人ドライバーとして、歴代最高評価のオファーではないでしょうか。アウディとしては、角田選手を未来のタイトルを狙うためのドライバーとして迎え入れたい。そして、ヒュルケンベルグから学ぶことも多いと思いますので、アウディへの移籍は決してマイナスなことばかりではないと思っています。 こういった形でいろいろ遺跡のニュースが出続けるというのはやはり過去の日本人ドライバーにはなかったことですので国内でもっともっと報道されればスポンサーもついてもっと上に行けるのになと思ったりするんですよ。もう本当にね国内でもっともっともっと報道してほしい。 他の記事を読みあさったんですけど、RB に残ると最悪次のシートがないなんて話が出てますし、実際本当にそうであれば、アウディでいい仕事をすれば、アウディに先があるのであれば、そのままアウディで行けるし、アロンソかストロールが抜ける時にアストンマーティンの方が先があるんであれば、アストンマーティンに行くなんて、そういったことでいいんじゃないのかなと思ったりはするんですよね。このまま昇格させる気のないレッドブルにいるより、アウディの方がいいのではと思ったりはするんですよ。もうどっちもどっちですね、今回はね。 26年はアウディはボロボロかもしれんなんて言われてますけど27、28年なっていくにつれてアウディはどんどん良くなっていくのは間違いありません悪くなることはないと思っていますそしてヒルケンベルグに関しては早いけどそれほど先はないんでね5年、10年もないんで中堅どころとなるとやっぱり角田選手がアウディと一緒に強くなっていくっていうのも面白いですよね3年契約、5年契約わかりませんけどねそういった形で角田選手がアウディを引っ張っていくなんて立場も見てみたいっていうのもありますよもちろんね。 そもそも角田選手は若いんで、まだまだ活躍できる期間が長いんで、一時期レッドブルグループから離れたとしても、またもしかするとアストン・マーティンに行ってホンダと組むなんてことがあるかもしれませんしね。ただ一つアウディにもいいところがあって、参戦初年度から競争力を発揮できるかどうかは微妙なんですけども、ウェックからも撤退しているんで、アウディは F1 に全力を注ぎ込むのではないかと。つまり、 長期的な成長力も見込めるということで角田選手にとっても長期的な契約が発生してもおかしくないですよね。まあ、なんてたって1年契約毎年毎年1年契約でドキドキハラハラするよりも3年契約、5年契約でこれから角田選手5年間見れるやん っていう風に思う方が私は嬉しいけどな1年1年で次どうかな大丈夫かなって思うよりは3年契約5年契約でよっしゃ毎年鈴鹿よし5年連続鈴鹿来るぜみたいなそんな感じの方がちょっとテンション上がるけどなまあ、ここはまあ,あくまでも私の意見です私の意見ですのではいということでまあ今回はこういったニュースが出ておりましたけども参考程度にご視聴いただければと思いますまた今回の件に関して皆さんのご意見ご感想がありましたらぜひ教えてください勉強させてくださいよろしくお願い いたしま,すまた最新情報が入り次第どんどん更新していきますそして来週末カナダグランプリに関してもいろいろ情報を上げていきますので今後ともよろしくお願いいたしますそれでは皆さん本日もご視聴ありがとうございました新作の部屋の作でした